こんにちは、シュウです。今回は炭治郎を使ってこうかなと思います。で、今回ねオーディンめっちゃサブに詰めて、オーディンがね火の列結構持ってるんだよ。なんで列染め炭治郎だね。自陣で火の列が30個で、フレンドもね火の列継承して、フレンドで2炭治郎だね。で、2と30で合計32炭治郎あるんだよね。なんで列で消した場合めっちゃ火力出るね。で、オーディンがね結構良くて、スキブ6個持ちなんだよ。だからオーディンサブに3体入れると、もう初手炭治郎できちゃうんだよね。ただオーディンね封印もスキブもないんだよね。封印もバインドか、バインドもないんだよね。だバインドは超覚醒でねつけれたはずだから、なんだろうね、ちょっとあれだよね。隙抜いた。いや、そう、隙が結構あるんだよね。見えた、隙抜いた。これもう遠回しにオーディンの悪口だよね。いきます、これ列で消します。列で消した時の火力すごいからね、ワンチャンもうカンストぐらいの、待って、すげえずれるな。OK、いいね。これで10億ぐらい出るかな。だからカンストの半分ぐらい。だから炭治郎のスキル使えば、ワンチャンカンストぐらい出るんだよね。いや、10億。ちょっと可能性感じるよね。ただね、やっぱオーディンが封印もスキルもないから、まあ、ネタパだろうね、ネタンジロ。で、倒しの、で、ここね、追撃がないんだよ。だからウリエルに超追撃つけてきたね。デビルメイクライコラボのダンテってキャラの武器だね。で、ここで、超追撃して倒す。で、追撃でついてきてね、ここと目の輪ぐらいしかいないんだよね。根性で辛い敵。なんで、あと、ここ乗り越えちゃえば、あと目の輪しかいないんだよ。で、目の輪ってワンパンできないから、まあ、基本ここぐらいしかないんだよね、辛い敵。さあ、こっからようやく、炭治郎使えるね。ちなみにあれだね、封印バッチにしてる。で、武器で封印とかやって、全部で封印 90% かな。で、暗闇 80%。なんで、これは多分弾くね。なんで、ここ弾いても、死者誤認してもほぼ 100% で。で、これ使いの、これあれかな、一回倒さないでいこうか。一回リラックスして、OK。で、1コンボで倒しちゃうかな。真ん中残るんじゃないかな、1コンボでも。このワッフォイゲシでいいかな。このワッフォイゲシで一回やってみようか。ワッフォイゲシ、これどうかな。一体に落とし、ルーレット邪魔くさい。うわ、熱い熱い熱い。ちょっとルーレット終わります。ただ、この列だと多分ね、さっきの感じだと倒しちゃうと思うんだよね。いけるかな？いや、いいね。やっぱ列にするといけるの。いや、今日歩いてたらね、なんか、すごい派手な服着て、もうツインテールで、うわ、これだと思って。これが超仲いい双子ってやつだと思って。めちゃめちゃ仲いい双子いると思ったら、あ、今日ハロウィンだと思って。ハロウィンのコスプレだったんだね。めちゃめちゃ仲いい双子じゃなくて、こっち振り向いたんだよね。そしたら顔も多分あんまりちょっとよくわかんなかったけど違ったから、そのハロウィンのコスプレで一緒にしようっていう友達同士のヤバすぎ。これね、ここだけ恐れてたんだよね。ここが唯一ヤバいゾーンなんだよね。ちょ、ここカットしようかな。今ここで倒すな。あ、でもあれか、回復倍率あるから、これで軽減だけ貼ってダメージ見ます。ここでギリギリ残んないぐらいのダメージだったら全然耐久できる。いけるかな、回復倍率乗るから。オッケー、ようやく終わったね。で、これ、炭治郎使ったら、もうカンスト全然余裕でいけんじゃないかな。炭治郎エンハンスあるからね。これ組みたいね、しっかり。指が少ないんだよね。今光も組みなかったんだけど間に合わないね。で、これダンテがね、さっき超追撃やった二色陣ね。落ちやすくなってんだよね。なんで、意外となんか改良すればありみたいな。そう、ハロウィンコスプレして、みんな今回ってハロウィンどうなんですか、みんなしてんのかな。なんかコロナの影響でやっぱ控えてんのかな、どうなんだろうね。そこら辺わかんなくて、テレビとか見てないからわかんなくて、ちょ、後で見てみようかな。いや、でも例年通りだったら鬼滅のコスプレ多いだろうね。これ多分カンストしてるね。炭治郎とかネスコのコスプレめっちゃ多そうじゃない、その例年通りのハロウィンだったら。ヨチキだったら何になろう、なんか唯一一個なれるみたいな、そのちゃんと用意、服装とかも用意してくれるみたいな、何になろう。今ここで倒すな。親指、いや、やだな。親指の、いや、個性的ではあるかもしれないけど、なんか一時の感情でやめとけばよかったってなるよね、多分。親指なんだろうな、私コスプレするってなったら。リアルに警察かな、警察、警察のコスプレするね。で、リアルに警官と混じるね。リアルに警官と混じって注意するね。そこの君たち、やめなさいって。で、
いつも大変ですよねって言って、そういう紛れ込もうっていうのやろうかな。なんか YouTube の企画でありそうだよね。いやそれ多分良くないよ。なんかなんとか上犯罪になんないのかな。なんか法に触れそうじゃない、なんか迷惑のあれで。 OK いいね、めっちゃ軽く出るで。さあここ使います。難しいよねコスプレって。なんかそんなやりたいみたいのないけどな、私コスプレ。あのコスプレがいいわよみたいな。うわあ今列ないなと思ったけど、列ギリギリあるわ。この盤面だとね7個必要だからね。こうします。で次ね無効貫通の敵出るんだよね。なんで無効のためにここで色来てほしいな。5個来てほしい火。いやー足りないかな。ちょうど4つだね。上なくなっちゃうからね。ちょっと耐久しようかな、ここ。そうだね。一回火貯めます。OK、倒した。私ね、ちょっと前ね、ツイッターであれ見たわ。あれ見たわ。なんか、びっくりドンキーのハンバーグの人気ランキング。よし、びっくりドンキー結構好きなんだよね。若い時だと好きや押してたんだよ。好きだ、好きだ、好きだって押してたんだけど、今ちょっとびっくりドンキーに心変わりしてるもんね。で、びっくりドンキー何が一番、そのツイッター情報だよ。何が一番人気かって言われると、あれだったね。チーズバーグディッシュ。確かにうまい。か、2位がね、ノーマル。あ、で、次、覚醒向こう来る可能性あります。で、覚醒向こう来たら全然耐久できる。お、来なかった。お、こいつワンパンできたら熱いよね。で、私、炭治郎の火力だけ、あ、90% 弾いた。炭治郎の火力だけに夢中になったんだけど、オーディンと炭治郎の火力の差激しくない？めちゃめちゃ激しいことに気づいたんだけど。これで見てみます。オーディン、左だね。左のオーディン炭治郎の火力の違い見ます。炭治郎は多分カンストすんだよね、これで全然。で、オーディンどうなってる？優しい！オーディン超優しいじゃん。全然カンストしてないんだけど、オーディン。まあ、確かに7コンボ強化持ってないし、あれなんだけど。もうちょい頑張ってくれ、オーディン。やっぱ7コンボ強化強いね。なんだっけ、あ、そう、びっくりドンキーの話だ。びっくりドンキーで、2位が普通のレギュラーバーグディッシュ。やるもうまい。で、3位がおろしそう。いや、ちょ、おろしそ好きなんだよね。じゃあ私、びっくりドンキーのバーグで食べたことあるのが、チーズ、レギュラー、おろしそ。だから私は唯一食べたことある3つがね、ランクインしてたね。で、そのツイッターのリプであったのが、あれうまいよみたいな。ちょ、待って、集中します。指がマジで少ないよね。OK。パイン、パイン乗ってるやつうまいよみたいな。うわと思って、私全然、パインに惹かれないんだけど。でもこれ食べれば美味しいのかな。今度食べてみようかな、パイン。でもなんかせっかく行ったなら私王道のやつ頼みたいみたいなとかあるけどね。こう組みます。いや、ここも余裕で貫通だと思う。いや、これあれだね、回復相手残しとこうか。次回復ないとやばいんで、ここで回復残しときます。あ、ダメか。なんかこういう硬い敵、オーディンのスキルって毒なんだよね、確か。あ、だから、硬い敵イコール毒だと思って。もうすごい古い時代の思想だよね、多分。多分、硬すぎて。その、あれじゃ全然いけないと思う、毒だと。あ、で、ここでね、あれ消されちゃうんだよね、せっかく私の99ターン目覚め。使ってたやつ。あの、ダンテの武器。まあ、ただまた溜まってるから使えばいいんだけど。まあ、ダンテはあれで使おうかな。ソニア戦、あ、でも、ソニア戦じゃねえ。メノア戦。目の前は私、余裕でワンパンだと思ってたんだよね、カンストしてるから。で、カンストしてんの炭治郎だけだもんね。だからワンパンできないのかな、これもしかして。うぬぼれてたら火力に。どうなんだろう。これカンストが21億だよね。カンストしてる。だから、目のは貴族性じゃないですか。で、21億の倍の42億飛んでくわけじゃないよね、確かパズドラって。もう21億が限界値だから、なんて言うんだろう。もう21億だよね。42億の倍は確か飛んでかないんだよね。これはね、そう、L 字も持ってきたんだよね、私。そう、意外とこのパーティーちゃんと考えたんだよね。こんなんでいいかな？はい。ただ L 字だとさすがに飛ばせないかな。このパーティー列がすごいからね、まあ、倒せればラッキーぐらいで。いけ。まあ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 。こういう人発狂ないからね。で、次、あれ来るとめんどくさい。ダメージ吸収。おっき、熱い。ダメージ吸収来たらオーディン溜め直さないといけないんだよね。そう。だからそこがちょっと唯一の疑問だったね。さあ、倒しの。やばい！やばい！
嘘でしょ。え、やばい、やばって、これ待って、こいつだけが唯一負ける要素だったかもしれない。俺は絶対に死なないって上に書いてる。いや死ぬんだよ、もうやばすぎ。頼む。おお待って、それなら話は変わってきた。どうしよう、待ってね、負けると思ってた、負けると思ってました。私烈次郎で行くか。待って、回復欲しいな。ちょ待って、やられると思って回復しちゃった。どうしよう、俺は絶対に死なないよこんなとこじゃ。オーディンの言う通り、待って、オーディンが一旦の間ドラゴンタイプ攻撃3倍、ドラゴンは炭治郎違う、オーディン違う、オーディン違う、オーディン違う、ウリエル違う、炭治郎違う、誰もいないじゃないか。もう使おうか。でですよ、はい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 、いやこれだよね、もう理想的だよね、めちゃめちゃ理想的。いや炭治郎カンストするなら倒してほしい。見て右、炭治郎あカンスト、あそうだよね。いや、サミさんここまで削った、いいね。属性も変わってパワーブレイク関係ないで、でこれね、キメノアが唯一やられんじゃないかな。キメノアじゃなければもう無敵。これ落とすか、回復落としてOKいいんじゃないかな。頼む、キメノア以外でお願いします。キメノア以外、水でも、いやでも水はきついな。もう欲張っちゃうと光、欲張っちゃうと光、もっと欲張っちゃ、水、水だ。こっちカンスト持ち主だからね、カンストいつでも出せる体になってるからね。一回カンストしてみようか。すごいね、一回カンストしてみよう。5年前に言いたかったこのセリフ、一回カンストしてみます。ウリエル、あウリエル落ち込んなしにしちゃうんだ。一回これ使ってカンストします。オーディンが全然カンストしないんだよなこいつも。はい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 、回復は残す。あーでも消えてるな、まあいいか。 OK、 さあこれで炭治郎はもう余裕でカンスト、炭治郎はカンスト。くっそー、副属性が意外と大事になってきたりする。これもしかしてこれ無理だね。5ターン目に倒さないといけないんだけど、5ターン後か、5ターンかけて倒さないといけないんだけど、無理だなこれ、間に合わなくない明らかに。この削りだってこっちカンストしてんだよ。ワンチャン、あー回復ないわ、落とすしかねえ。今ここで倒すんだ。落とします、私ならできる、私ならできる、自信しかない。頼む、おわ来なかったらもう終わります。